どうも、レオンです。今回はですね、サッカーとはちょっと関係ないんですけども、どうやらですね、まあ、正式な発表なのかわかんないですけど、ライジンがですね、今年の9月、日本で、メイウェザー、ボクシングですね、の、と、YouTuber の朝倉未来が、まあ、対戦すると。いうことが決まったと。まあ、日本で対戦するということが正式に決まったんですね。まあ、これについて、まあ、いろんな YouTuber がね、動画上げてるでしょうけど、まあ、俺も上げとこうかなと思います。同じ YouTuber としてね。今回ね、このメイウェザーっていうのは、まあ、ボクサーですよね。で、朝倉未来っていうのは総合格闘家ですよね。で、ルールはまだ正式に決まってないですよ。どのルールでやるかはね。で、おそらく多分ボクシングだと思うんですね。キックボクシングとかキックはできないね、メイウェザーは。だからパンチだけで、まあ、勝負することになるんですよ。うん、ただね、メイウェザーってね、45歳なんですよ。ね。で、まあ、朝倉未来が29歳と。これはでも、どういう結末になりますかね。でもなんか、年齢的に言ったら、朝倉未来が勝たないとおかしいというか、もう45歳っておじいちゃんじゃないですか、アスリートとしては。ねえ、それに勝てなかったら、朝倉未来引退した方がいいよね。俺ね、朝倉未来って日本ではもちろんね、強いと思うんですよ。日本って、じゃないな。日本人の中ではって言い方が正解かな。この人ね、外国人のあの、ブラジル人のあの、なんか寝技すごい強い人いますよね。なんか柔術使う人。あいつに負けてるんですよ。普通に。だから、本当になんか世界で、世界レベルかって言われたら朝倉未来は違うんですね。外人にはそんなに勝てないんでね、この選手は。あの、未来はね。だから、まあ、かなり面白い対決には、久々に面白いなと思いますよね。あの、天心と誰でしたっけ？なんとかかける？たけるか。あんな多分絶対面白くないと思うんですよ。勝負的にはね。なんかあの、ちっこいやつとちっこいやつが戦うんで、多分なんか、硬い試合になって判定でみたいな試合になると思うんですよね。判定禁止したらね、どっちかが意識失うまでやりゃいいのね。あの、天心とあの、なんとかたけるってやつは。まあ、ほんで、まあ話はね、ちょっと変わるんですけど、その、ミクルとね、このメイウェザーっていうのは、まあ相当面白いやろなって。それはなぜかっていうと、ミクルにも勝つチャンスがあるからなんですよ。まあ言ってみたら相手は、およぼよのおじいちゃんですわ。ぶっちゃけ。そう。それなんで、ミクルフの方が多分スタミナはあるんじゃないかなって。一発のパンチはね、メイウェザーの方が上やと思うんですけど。いやー、これはでも、面白いですね。まあ、やっぱボクシングルールなんですね。まあ、でも何にせよですよ。これで朝倉ミクル負けたら、もう引退した方がいいと思う。もう、向いてないわ、お前。あの、格闘技に。俺はそんな感じがすんな。まあ、日本人の中ではね、上の方やと思うんですけど。結局、スポーツってね、やっぱり、ワールドワイドっていうか、海外で活躍できなければね、やっぱり、あんまり意味がないんでね。まあ、そういう点で、これ、いつかな ?9 月の ?2、9月のいつってまでは決まってないんか。いやー、めっちゃおもろいな。いや、これは楽しみ。これは楽しみやけど、どうなんやろ。どっちもプレッシャーあんのかな。ただ、メイウェザーは別にプレッシャーじゃなくて、まあ別にお金もらう側やからね、これ。お金払う側じゃないからね。めっちゃ日本が金払って成立したもんやから。あれやと思うんやけど。まあ、ミクルの方がプレッシャーかかるのかな。そらそうやな。だって負けたら、恥やもんな。おじいちゃんに負けたら。まあまあまあ。なぜこれは、楽しみですね。久々に。それ以外のやつは全然面白くなかった、ないけど。そう。あの、あれ、天心となんとかたけるのあの、ペイパービューのやつも、あ、絶対見ひんね、みんな多分。金払ってまで。そんな大したやつらじゃないもん、あいつら二人。なんか勝手に、ね、持ち上げて、すごいって言ってるかもしれんけど。まあでも、これ、どういう放送にすんやろね。これね、なんかね、この、雷神の社長、名前何やったかな？ってのかな？ちょっと忘れちゃったんだけど、このライジンのプロモーターっていうかね、社長が、なんかね、
ちょっと不祥事を起こして、まあ、要は、こっち関係の人と、なんかちょっと、会合じゃない、なんかこう、関わりがあったみたいなことがあって、それがなんか週刊誌かなんかにこう暴露されちゃって、で、この前の天心となんとかタケルの試合がテレビの放送がなくなったんですよね。だから、そのなんとか会長か社長がいる限りはテレビの放送ないと思うんですよ。うん。だからそいつが辞任したら別ですよ。うん。まあでもテレビはないかな。あ、どうやろう。わからへんな。その社長次第かな。やっぱりそういうね、闇の組織との関係って疑われるから、そんなん絶対スポンサーつかへんからね。テレビじゃ。だからまあその社長か会長かがもう辞任したら、辞めたら、テレビでの放送あるんかな。多分ね、わざわざそんなね、なんか、金払ってまで見ようって思わへんでしょ。どうせ、ね、YouTube かなんかで切り抜きの動画流れてくるわけやから。まあとりあえず9月、楽しみですよね。まあ9月はね、日本代表の試合もありますけど、こっちもなかなか楽しみですね。まあ朝倉未来これで負けたら引退でしょ。もう無理でしょ。と思いますね。こいつの弟いるでしょ、朝倉海ってのは。あれね、完全にお負け。絶対強くならへんから。どんなに頑張っても。努力無駄やから。まあそんな感じで。朝倉未来、メイウェザーの9月の対決、楽しみですね。ありがとうございました。